皆さんこんにちは。気まぐれアクア始めましょう。2024年11月1日金曜日11時30分、ポリビュテルス育成日誌68日目ですね。昨日は勝手にお休みしてすいません。今日のお題は証拠りもなく、さすがに豊かまで死んじゃったのはショックだったんだけどね。まあその時にはもうすでにこいつ発注してたんですけどね。よしみさんの代わり、名付けてよしみセカンド。ちょっと種類が今までのとは違います。ラプラーディっていうんだよね。ポリプテルスラプラーディ。エンドリケリーと一緒でね、下顎系って言われる部類なんで、まあ、なんていうの？もう少し広い水槽ならおそらく40センチぐらいまでは育つであろうっていう種類ですね。ヤフオクで調達しました。2650円でした。まあ、とりあえずね、今これサテライト水槽の方で水合わせ、温度合わせ両方兼ねてやってるんですけども、なんちゅうのかな、人工飼料をね食べてくれるようにしないとちょっと厳しいんでね、財政的にも厳しいんでね。また2週間ぐらい置くかもしれないですね。明らかにしずちゃん。しずちゃんはね、今朝も生存確認してます。はい。しずちゃんよりね、10センチ以上小さいんだよね。10センチぐらいかな、やっぱ。半分以下ですからね、もう少しね、大きくなるのを待ってから、なんていうのかな、本水槽の方には。そうと思います。本水槽はね、もう半分以上水替えをして透明度が上がるとこまで持ってきました。なんかね、やっぱ酸欠であんだけ餌もよく食ってた豊かまで死んじゃうっていうのはね、よしみさんの方はね、ちょっと餌が食えなくて死んだ可能性もあるんで何とも言えないんですけどね。まあ最初にやられたのがペコちゃんでしたんでね、まあまあ酸欠の可能性が高かったと思います。この子には大事に育っていただきたいんで、じっくりと隔離してね、育てたいと思ってます。はい、外細のね、できるだけはっきりしたやつをっていうことで注文したらね、左右両方ともちゃんと外細がついてる個体を送ってくださいました。ありがとうございます。体の模様がね、エンドリケリーとは全く違うよね。はい。まあ、こういうのも秋らしくていいかなって、どんなやん。今日は普通にね、HD30P でプレコがお送りしました。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは。